どうも今村です。先日公開した名前を変えたいです、名前を募集しますっていう動画にすごいコメントがたくさん来て、正直かなりびっくりしています。なんかね、面白いのから結構ちゃんと考えてくれてるやつまでなんかたくさんこうコメントが来て、なんか本当にありがとうございますって感じなんですけど、で、今日はですね、ちょっといただいたコメントを見ていきながらですね、皆さんと名前を考えていきたいなと思います。ケンタレスティング、なんかいいですね、響きがかっこいい感じがします。シミケン、いますよね、有名なのが。ヒカキン、ダサ。ガジェットセンター今村、これね、天才だと思います。マジで天才だと思います。ちょっとね、絶対どっかで使いたいですね。でガジェットセンター今村は絶対やりたい。 T シャツとか作りたい。下り顔ですいません。そんな下り顔かな、下り顔ですかね。いやー、まあ下り顔かもしれませんね。ちょっと言われて思ったけど下り顔かもしれない。大江戸線、ちょっとよくわかんないな。今村ランド、今村ランドちょっといいかもしれませんね。なんかね、ラの後になんかつけるはね、なんかいろいろ考えたりはしますよね。大仏チャンネル、なんか別のチャンネルだよね、明らかに。なんかおじいちゃんとかがこうチャンネル登録してくれそうだけど。アップルが結構好きなんだよ。あのね、怒られますよ、怒られますよ、これは怒られます。今健、今健はね、小学生ぐらいの時に結構言われてましたね。今む、これが多分一番多いと思うんですけど、今もね、結構リアルの友達は僕のことを今むって呼んでくれますね。だからまあなんか結構今むって呼ばれるのはなんか結構抵抗がないというか、割と自分にとっては自然な感じなんだけど、何の分にはちょっと可愛すぎるかなとかちょっと思ったりするんですよね。でですね、一応決めました。いただいたコメントの中でもう変えないでほしいとか、本名のままでいいんじゃないかっていうコメントが一番多かったんですね。瀬戸康史さんとかを例に出して、本名でもいけるやろっていう風に書いてくれてた人もいて、まあ、瀬戸康史さんと比べるとちょっとね、だいぶ今村健太はね、名前的にもちょっとこう難しくて、瀬戸康史ってこう4音節じゃん。瀬戸康史って4音節なんですよ、5文字だけど。4音節のこう音ってすごい聞きやすいんですよね、言いやすいし。じゃあ僕の名前の中に4音節取り出すかっていうと、今健か今むう、う今む、まあこれ3音節ですけど、今むか、まあ今村か、まああと何かくっつけるかみたいな感じだと思っていて、結果的に言うと名前はこのままでいこうかなと思ってます。ただ表記を変えようかなと思ってます。まあ今アルファベットでチャンネル名も健太今村なので、番組名というかチャンネル名は変えます。僕実は屋号を持っていて、昔の友達と一緒に考えたんですけど、KICS って言います。 KICS で KICS っていう屋号を持っていて、これはまあ後から考えたんですけど、健太今村クリエイティブスタジオとか健太今村クリエイティブステーションとか、そんな 略称かなというふうに勝手に考えてるんですけど、これをチャンネル名にまずして、キックス by 今村にしようかなと。で今村はカタカナにしようかな。ツイッターで英語させた結果、ひらがなの今村さんと漢字の今村さんはたくさんいたんですけど、カタカナの今村さんはあんまりいなかったので、カタカナで今村健太にして、チャンネル名はキックス by 健太今村にします。で新しいオープニングも作りました。こんな感じでしょうか。こんな感じでね、ロゴとね、新しいオープニングカットインを作ってみました。このロゴはもちろん K と I をモチーフにしてるんですけど、ここにまあキックスのクスの音を X で表現したくて、一応こうこの入ってるラインが X のニュアンスをちょっとこう入れてます。そういう感じでチャンネル名がキックス by 今村健太、今村かな、キックス by 今村になると思いますけど、まあ今まで通りどうも今村ですってやっていこうと決めました。はい、皆さんなんか結局変わんないのかよとかね思ったかもしれないんですけど、まあたくさんのコメントとかありがとうございます。というわけで、そんな感じで今後もやっていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ガジェットセンター今村はね、いつかちょっとどっかで使いたいですね。はい、そんな感じです。それではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。